どうも、西田渉です。えー、本日なんですけども、こちら R6M2 について今語ろうかなと思っております。えっと、もうね、R5M2 が出て、まあ、僕も使っているんですけども、昨日もね、えっ、ー、と、息子の誕生会みたいなのがあって、100、500つけて、久しぶりに撮ってきたら、まあ、いいですよね。今まではね、R6M2 を大体持ち込んでたり、去年の、えー、運動会、 ではこれででで取ったかな連写ででまあぶどまりも9割5分ぐらいバーっと当てて、まあ、何ら問題なくっていう感じではあったんですがそれ以上にねあのやっぱ音をかすめちゃくちゃ良くなってるのでとだか R3 にもねもうすでにあったらしいんですけど顔を登録したらそこを追っかけてくれる機能っていうあのちょっと R5 から使って R5M2 から使ってみてこれがまたすこぶる便利でですね なんか最近のファームウェアアップデート1.4.1.4ぐらいかな。R6 でもできるらしいですね。すいませんでした。僕し知らなくて。で、えっ、ー、と、まあ、今年の多分運動会とかはもう 5M2 で行くっていうのがもうほぼ決まりかなっていう感じ。で、じゃあ僕もね、ちょっとだから今日自分で喋りながらある程度まとめていきたいなっていうのが、この R6M2 の立ち位置っていうのがどういうふうになっていくかっていうことですよね。まあ、結論。 まあ値段とバッテリーライフっていうところが R6M2 に関してはねバッテリーライフと値段が R5M2 よりもまあやっぱりこういい部分になっていくのかなとまあそれ以上になるともうやっぱグリップもいいよなうん明らかに指掛かりが 5M2 の方が良くなってますねこの辺の放り込みは 6M2 もねちょっと良くなったなとは思ってはいたんですけど うん、さらにここのほんと数ミリ変わるだけでもねグリップって変わりますよねかなあっていうところですかねバッテリーは明らかに 6MX の方が持つんかなとは思ってますただあとこれ r 5 m スに関してはこう回すと聞こえるかなこれちょっと聞こえるかななんかねこうさあっていう さーってな何かファンではないか何かずっとね動いてる感じの音がするんですよね例えば FX30 とかだったらファンが回るんですけどファなんかファンが回ってるような音がずっとするんですよ、まあ、これもねあのボディーナティブレ補正が効いてるようなうんスすーんって音はするんですがそれ以上に r 5マック2って結構さーって音がするんですよねで なんかこの辺がもしかしたらバッテリーライフと関係してるのかなとかちょっと有識者で詳しい方いらっしゃったらぜひ教えてほしいんですけれどもなんでそういうこのもしも何かが裏で動いてるのであればそれを切るモードとかがあったりするとよりバッテリーライフが伸びるとかねんまあまだバッ確かこれファームウェアも1.1.00ですからまあほんとこれからのカメラですよね多分これがまた2年後とかになると今僕が話してることとかはまたガラッと変わったりするぐらい。 今キャノンのカメラって本当ファームウェアで変わっていったりするのでねそういった意味ではこの 6M2 に関しては本当ファームウェアアップデートがで劇的に変わったカメラっていうよりかはどっちかというともう出た当時から本当に安定してるよねっていうカメラなんですよね全てにおいてね。なので 僕自身もまあめちゃくちゃ使ってないですけれども結局このカラーオブ関西の時はもう手放してしまった逆に R8 で全部取ってほとんど取ってしまってたりして正直、えー、と10日間ぐらい取ったうちの2週間近く取ったうちの1日ぐらいしかシックスマーク2使ってないんですよねほぼ R8 で取ってしまってっていうところ。 なのでただある意味はやっぱりバッテリーライフの圧倒的な短さっていうところですよね。それがやっぱボトルネックになって、まあスタンダローンと言いますかそのままで使うにはまあちょっと心もとないなっていうところ。なので全てにおいてやっぱキャノン機のまあ、うん、ミラーレスのウィークポイントはバッテリーライフなんですよね。要は l p 6系の1本で まあまあ僕のような使い方、ただ単に街をブラッとして、スリープモードとかうまく駆使しながら、電源はオンにしてたとしても、その、まあスリープはサッと入ってね、使うときはシャッター半押して立ち上がってすぐパシャッと通って、で放置しておくと。したら1分後ぐらいスリープに入っているっていう。だからその辺のが一番バランスがいいのが、実はデジック78あたりが、キャノンのある意味では一眼レフデジカメもそうだし、コンデジもそうだし、ミラーレス、イオス R ね。 良さらめちゃくちゃバッテリー持つんですけど、この辺がある意味デジック8がこう、審議体じゃないですけども、画質とバッテリーライフとっていうところ、でもカメラとの総合バランスでは多分一番整っていたのかなっていう感じはしますよね。どうしてもこう、デジック X になり、ソニーがミラーレス市場でトップランナーに行き過ぎちゃっている関係もあり、キャノンはちょっと慌てたと言いますか、多少バッテリーライフ犠牲にしてでも、 そのオートフォーカスの強さだとかそういったまあパワフルなエンジンみたいなところを目指したっていうところが一つこのまあミラーレス開発して5年6年ぐらい経った今じわじわと足を引っ張っている感じはしますよね。もちろんプロとかになりますとその業務でね使用する方になりますともうバッテリーライフじゃないととにかくまあ僕もそうでしたが何本でも良いバッテリー5本でも6本でも持ち込んでガンガン変えながら。 撮影収録してていいくっていうスタイルとはいえやっぱり現地現場に行ってた時もバッテリーの交換ですっていうところはですねまあ例えばうーんまあイベント記録だったりとかそういった何か撮影してる時でもやっぱりその何て言うかこうバランスが崩れるんですよねリズムがねだから非常に意味嫌うものでもあるんですよやっぱりバッテリーって持,つ持ては持つだけいいよねっていうのはあったりするので、まあ クリアできますかねキヤノンがねこの全画素読み出してのっていうところでのそのまあオートフォーカスだったりとかっていうところとあとはそのバランスの部分ですよねなのでそういった意味での完成形は多分6 m II になってるのかなと思います明らかにこれバッテリーライフ一番持ちますしあの撮っててもまあ本当にあに不満が本当にないんですよね結局のところね II も もうむしろ、まあ、これ持っちゃうと、まあ、6ックスに戻る必要がないかなっていうふうにはなります本当バッテリーライフ以外ででもバッテリーも、まあ、自分の使い方だとこれをうんまあライカ M 型ライカーのように持ち出して終日、えー、フォトウォークのような感じでやるってなるとちょっと心もとないってところなんですよねだからついつい r 5ク a x だったら M 型にしとくかっていうふうになりそうな予感がしてますですが まあ、その子あその発表会とかアーカイブしなきゃいけないキャプチャーしなきゃいけないっていう時の相棒として一回バッテリーを置いといて絶対にぶどまり高く、まあ、100枚撮ったらもう本当に100枚99枚95枚確実に写ってるみたいな世界を追い求めるってなると、まあ、正直6ツーよりも R5M2 になるしですが全然 R6M2 でも余裕で撮れてしまうっていうこの辺のバランスかなと思います。いいつも言っている あとは、えっ、ー、と、30万ぐらいこのボディが。これ30万はやっぱ安いってなってきますよね、だんだんね安定。めちゃくちゃ安定してる。で、こっちが60万っていう。この30万円の差をレンズ1本分ぐらい、L レンズ埋まっちゃいますから、バイオネットは2本。なんで、アルファマーク2をやめて6にしてレンズを1本のところを2本に変えちゃうとか、バイオネットは3本ぐらい埋まるのか。アルファーマーク2買ったとて、 もう一本これレンズ買わなきゃいけないってなると100万はいかずとも80万から90万まあでも場合によって100万ぐらいいっちゃいますよね60万と40万だとねなので100万円あればまあこれ30万にレンズ3本買い出せるっていうこっちだと1本しか買えないけどっていう2本分ぐらい多く買える可能性があって STM とかの非 L レンズだとねもうほんと45本揃ったりとかまあ買い方によってはね中古とか EF レンズ組み合わせたらもっともっとっていうふうになってきますから まあその辺をどう考えるかってとこですか、ねまあとに R1 が来るでしょうし AF をとことん追い求めて大きさ重さ気にしないと R1 になりますしであと RFM−2 はまあもちろん今買おうと思ってもまだ買えない機種なんですよねこの収録の9月中旬時点ではでプラスファームウェア1.00なんで今僕が言ってるこのバッテリーライフの問題とかも 内部のこのアルゴリズムといいますか今言ってたこう「サーっていう音とかねその辺が後ろでバックグラウンドで動いている何がしかをセーブすることによって意外とバッテリーの持ちが良くなるとかっていうこともなくはないのかなっていうような,なんか挙動を示してるんですよね。なんでいつもサーって言って,んだろうっていうだからここのまあ空洞になってるわけですけどな何かしら空洞の部分があってそこで何か、まあ、今まで同じ音が鳴ってたところがより大きくなっているのかどうかとか。 まあこの辺、なんか、キャノンの方とかいれば、またメールとかでお知らせいただけたら <laughs>、あの、皆様にもフィードバックできるので、嬉しいかなと思いますが、まぁ、アルチクスマクのお話に戻しますと、えー、重さが670ぐらいだっけな、80ぐらいだっけな、80ぐらい。で、 電車、えー、メカシャッターは同じなんですよね、基本ね。僕、メカシャッターで基本運用するんですけど、まあ、電子で使ってくださいってキャノンはなってますが、やっぱり、あの高感度域でのシャドー部を持ち上げていった時のローデータが、やっぱりメカの方がいいんですよね。なので、結果、メカで使っていることを考えると、連射性能は基本変わらないんですよね。12コマ、12コマでね。これはもう R6、R5 の時から変わっていないので、もうメカシャッターの進化っていうところは、キャノンは多分止めてる感じなんですよね。 1DXM3 が多分最高のメーカーシャッターを積んで終わりかな ?R5 も一応 R1 もメーカーシャッター積んでるけど確かあちょっとここはうろ覚えですが R5M2 とかと一緒じゃなかったかなとにかく電子でやってくれっていう本当 R1 は電子のみで行きたかったんですよねきっとねですがだから Z9 とかはもうソニーのねいいセンサーを供給されてるから電子で振り切れちゃったけど あの結局キャノンで自社開発でってなると電子だけでいくような、まあ、グローバルシャッターはもちろん開発してないしソニーほどの読み出しの早いセンサーっていうところとカメラとのバランスで考えるとまだメカを手放せないっていうところですよね。そこがメカが入らなかったらまた全然設計とかも、ね、変わってきたはずなんですけどもキャノンもねちょっと。 苦しいですよね自社開発のセンサーにこだわるっていう部分がなんとかこうアップルのようにね痩せ我慢ってわけじゃないですけどもセンサーだけじゃなくこう全部を自社でやるからこそのメリットみたいなところを我々ユーザーが享受できるような今後のカメラ開発のロードマップをね描いてくれると嬉しいですけれども、まあ、そういった意味では一つの完成形として R6M2 a r k は十分に機能を果たしてくれますしだがしかしやっぱり。 僕は日常6,000万画素のまあシステムというかデータで運用してるんですがでそのぐらいの6,000万画素こうエコシステムで運用してるとまあやっぱせめて4,500万画素ぐらいないとこうデータのねまあトリミングだったりとか2 4 0 0だとやっぱ改めてもうすぐ終わっちゃうからあ小さいなみたいな感じには思いますよねまあ全然問題はないんですけども2,400でもね。 なので、うーん、そうですね、僕はだから、まあ、もうちょっと所有しつつ、まあ、来月とかに運動会とかあったりとか、もうだから、ただのパパカメラになってますね、どうしてもキャノン機がね。まあ、今一応、レイコールのマウントアダプターつけてっていうところはやってるんですが、まあ、もう一回ぐらい持ち出して使ってみて、まあ、ノクチとかつけてね、マニュアルで運用してみて、まあ、バッテリーの持ちっていうところを考えたときでも でもう一日2回使って判断しようかなと。だからバッテリーを1日2本使わなきゃいけないカメラっていうのがですね、もうちょっと僕の中では、まあ、NG とは言いませんけれども、まあ、ちょっときついんですよね。やっぱ戻ってきてバッテリー2本をチャージしなきゃいけない時間とか手間っていうふうに考えると、まあ変な話、もう絶対パリとかパリオートとかには持っていけないですからね。やっぱ疲れた中で YouTube も作らなきゃいけない。で、その上で、まあ、LSK のメンバーの仲間たちと、 そのコミュニケーションを取って楽しく会食してとかそれううこそお酒とかも飲む中でくったくたになってバッテリーのチャージまでそこまでこうライフスタイルに取り込んでいくっていうのはちょっと無理なんでもう本当これとかだと USB-C ブスって挿してまあこれでもいいんですけど USB-C1 本で持つなは USB-C 挿して置きさえすればあと寝ちゃえば充電終わってるのでそういうのが必要なんですよねだからいかにバッテリー1本で、えー、その日の撮影を終えられるかっていう。 ここだけにつきますかね。なので、もちろん継ぎ足し充電しながらやっていくっていう方法もあるんですけどそれすらもしなくても持つっていう。難しいですよね。この辺がやっぱり理想だなっていうのを改めて思ってまして、キャノンの中でそれに一番近い、もうトップオブトップは EOS R。だけど EOS R っていうのはやっぱり操作系も違いますし、やっぱ初期の初期のどうしてもカメラなので、そう考えて今時の最新で、えー、きっちりと撮れて、 そしてバッテリーを持ってっていうその絶妙なバランス感のあるそしてコストパフォーマンスも考えた時には結果的には R6M2 っていうところに落ち着いていくのかなとまあ今まだやってるのかなあのキャンペーンとかもやってて30万切ってたんですよね新品でねなのでそう考えると十分にまああと2年経っても多分価格競争力のあるカメラ他社を見渡してもね このクラスで30万切ってっていうふうになるとソニーもなかなか追いつけないだからアルファ75が出てきてアルファ74を値段を落としてねもう今も落ちてんのかなどうなんだろうで25万うん2万厳しいかもね中古市場でそこまでいくかどうかっていうまあ伊豆先生を20万を切るようなこことぶつけてくるような感じになるのかなとよえっ、ー、とアルファ75とアルファ74の併売でこことぶつけてきてキヤノンはこれ一機種を まあまたファームウェアアップデートなどでブラッシュアップしながら。キャノンの今の安心感っていうのは、どのカメラ買っても、あの、陳腐化しない。あの、すぐに新しいカメラが今出てこないので、さすがに R6 は回転が早かったですけどね。2年後に r 6 m II が出ましたから。一応3の噂もありますけれども、まあ今年 R1 が11月に出ることを考えると、おそらくは r 6 m II もまだまだこのままま後、行くのであれば、 他社を見渡した時のまだ2年ぐらい引っ張れそうな機種ではあるのでまあ当面はねまあ 6II 買っとけば間違いないっていうのが一番押せるカメラなのかなと思いますアルファーマックスはねやっぱ60万になりましたからちょっとね値段的にもその後のレンズがやっぱり L レンズつけないと厳しい部分ありますよねせめて24100オンの F4L かあの辺つけないとやっぱりすごいなこのカメラはっていうふうに思いにくい部分もあるので。 そうなると、やっぱり20万、追加で20万円だと80万ぐらいですもんね。ちょっと、ね、なかなか、そうか、レンズキットも今あるんですもんね。2405のね。多分それが80万ぐらいなのかな超えるのかなまあ、70万台後半かっていうぐらいだと、うん、なかなかおおっと来ますよね。っていうところで、一番ベストバランスは 6M2。 おすすめできます。というところで今日も、えー、今日もじゃないや。と <laughs> いうところで、えー、参考になれば幸いです。チャンネル登録どうドよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西田太郎でした。